ジョージ・ルーカス、ジョージ・ワルトン・ルーカス・ジュニア、ジョージ・ワルトン・ルーカス・ジュニア、1944年5月14日隊は、アメリカの映画監督、映画プロデューサー、脚本家、スター・ウォーズシリーズや、インディ・ジョーンズシリーズなどの世界的大ヒットシリーズの制作で非常によく知られている。スティーブン・スピルバーグ、ジェームズ・キャメロンと並んで、最も商業的に成功した。 映画作家の一人でもある。カリフォルニア州モデストに生まれる。少年時代はテレビで放映されたかつての映画の連続活劇やコミックブックに熱中して過ごす。高校時代はカーレースに熱中したこの時代の経験が後にアメリカングラフィティに描かれた。1962年高校卒業の直前に自動車事故に遭うが奇跡的に死を逃れ。 自分の人生を考え直す。1960年代の間、フィルムに関する専門学科を早くから設けた、ロサンゼルスの南カリフォルニア大学、USC で映画の勉強をした。そこで彼は、たくさんの短編を制作し、特にその中の一つ、電子的迷宮、THX1138-4EB は、数々の賞を受ける。この時代の仲間に、 ジョン・ミリアスやダン・オバノン、ハワード・カザン・ジアン、ハルバー・ウッド、マシュー・ロビンズなどがいた。卒業後、ワーナーのスタジオでの研修中、フィニアンの虹を撮影中のフランシス・フォード・コッポラと出会って意気投合し、ハリウッドのシステムに強制されることのない映画制作者の他の環境を作ることを目指して、コッポラが設立したアメリカン・ゾエトロープ社の副社長に就任。そして、 ゾエトロープの第一作 THX1138 電子的迷宮 t h x 1 1 3 8 4 e b の長編映画化作品で初監督を務めることになる。その後、ルーカスは自らの映画制作会社ルーカスフィルムを設立し、制作、監督したアメリカングラフィティゴッドファーザで一流監督の仲間入りをしていたコッポラを プロデューサーとして迎え入れるが大ヒットし、ルーカスは一躍有名になる。そして二十世紀フォックスに企画を自ら持ち込んで、スターウーズの制作を始めるが、コッポラが自分の企画に介入することを阻止するために温めてきた地獄の目視録をノンクレジットで渡してしまう。その代わり、スターウォーズをコッポラの影響なしに制作することができた。スターウォーズ制作時、 監督としての収入は、当時の日本円にして、約5、レレレレレレレ円であった。フォックスが、監督料の上乗せをしようとしたが、ルーカスはこれを受け取らない代わりにマーチャンライングの、権利を20世紀フォックスに要求し、結果、莫大な収入を得る。この収益は、スターウォーズ全6作、特別編、ビデオ、DVD 収入を含むよりも、はるかに上回る結果となった。 その、スターウォーズ公開時、工業的失敗の知らせを聞きたくなかったために、電話のないオーストラリアのホテルに潜んでいた、映画が成功したと伝えたのは同じく、オーストラリアにいた、ピルバーグ。はじめは、監督より編集者として活躍していただけに、早くからフィルムをカットしていく、従来の方法ではなく、ビデオを利用した、電子編集を導入したり、世界最初のノンリニア編集システム、 エディトドロイドの開発をも支援した。スターウォーズ第一作で、すでにドルビーステレオを導入していたルーカスは、映画館の音響設備が整備されていなかった、高水準の音響設備や上映環境を整えるため、THX プログラムを1980年代に立ち上げた。これは、音響機器の特性から残響、遮音といった上映施設の環境に至るまで厳しい基準を、 設定し、ルーカスフィルム参加で高品質の音響制作を行うスカイイーカーサウンドノートが、そのまま映画館でも再生できるよう意図したものである。さらに、映写システム調整用のテスト素材 TAP の供給も開始。これによって、上映環境が画毛とも改善され、ドルビーのサラウンドシステムの進歩も促した。THX では上映フィルムの品質管理も、 行うようになり、レーザーディスクや DVD、ブルー、レイディスクなど、家庭用ソフトウェアでも THX 認定を受ける製品がある。映画上映の環境改善、ビデオや音響システムのデジタル化に伴った制作から、家庭までの再生環境の向上に、ルーカスと THX は絶大な影響を与えたのである。 スターウォーズ新三部作では、まず紛争したスタッフに構想した場面を演じさせ、視覚効果と合成した時の仕上がりや、各場面の差し、編集のタイミングを見通した上で俳優を起用した、撮影にいる、という、撮影前に編集するプロセスを採用。さらに、その時の映像を、撮影前に俳優に見せることにより、後で CG をはめ込むため、撮影中は、周りの風景が見えない。 ブルースクリーンの中でもより演技しやすい環境を作った。スターウォーズ第一作のためにルーカスフィルム参加に立ち上げた SFX スタジオインダストリアルライトマジックフィルムに1980年代初頭に CG 部門を開設してピクサーの母体を咲くいち早く HD24P を導入し配給の経費削減にも貢献する。 デジタルシネマ構想など、映画制作のデジタル化推進の急先鋒であるにも、かかわらず、当の本人は至ってアナログ派で、スター・ウォーズ新部作の脚本も、バインダー式ノートに、鉛筆で書かれている。映画賞にはそれほど、縁のないルーカスではあるが、1991年には、長年の功績を称えられ、アカデミー賞のアービング・ジー・タルバーク賞を受賞した。2007年の、 第79回アカデミー賞受賞式で、過去に監督賞を受賞したスピルバーグ、コッポラと並んで、セルフパロディとも言うべき掛け合いを披露した。制作葬式を手掛けた作品は多いが、監督作とは、対照的にそのほとんどは、評価が低く、ハワード・ザ・ダック、暗黒魔王の陰謀はその最たるものである。また、監督としての作品も六作品と多くはない、うち四作が、 スターウォーズ。理由の一つに、スターウォーズエピソード4、77年を制作中の、ストレスが甚大で、内気な性格の上に、糖尿病を患っていたルーカスには、肉体的負担が強かったことが挙げられる。ルーカスが思い描く、世界観が誰にも理解できず、監督業から、編集作業まで全てを手掛けなければならないという、激務もあって、実際、撮影中に二度入院している。 そのため、エピソード5、エピソード6では、制作総指揮に回り、次の監督作、エピソード1まで22年間の空白ができることになった。2012年、1988年から企画を進めていた第二次世界大戦時に空軍に参加した、黒人パイロットの物語、レッド・テイルズが公開された。ルーカスは同作を最後に、映画制作からも、 会社からも身を引くつもりでいると引退を示唆した。ただし映画制作に全く関わらないというわけではなく、ルーカスフィルムから離れ、ハリウッドの大作ではなく、THX-1138 のような低予算で実験性の高い作品を作っていくつもりだと話している。二千十二年十月三十日、ウォルトディズニーがルーカスフィルムを四十億五千万ドル相当で、 買収したが、ルーカスフィルムはルーカスが完全に所有していたため、売却益のほぼ全てを手にすることになる。その利益の大半を事前事業に寄付する意思を表明している。また、資産の半分をいずれ寄付することを宣言するギビングプレッチに参加している。1994年の映画、ビバリーヒルズコップ3では、カメ出演している。2015年、 ディズニーレジェンドを受賞。2020年5月4日、カリフォルニア州ロサンゼルスのエクスポジションパークに、自身の博物館となる、ルーカスミュージアム・オブ・ナラティブ・アートをオープン予定。映画で得た利益のほとんどを、ルーカスフィルムに費やして、自身の生活は質素。マリン・カウンティのハンバーガー店でハンバーガーを食べている。姿をよく見かけられている。なお、ルーカスフィルムがある。 スカイウォーカーランチでは、ブドウを栽培しており、このブドウは収穫され、コッポラの経営する庭は生むコッポラワイナリーで、ワインとして販売され、高値で取引されている。子供の頃から SF マニア、また、かつての映画での連続活劇者のファンでもあり、インタビューにおいて、インディ・ジョーンズやスター・ウォーズの演出には連続活劇の手法を用いると語っている。 尊敬する映画監督は特設映画の巨匠レイ・ハリー・ハウゼンと黒沢明でレイ・ハリー・ハウゼンについては僕たちのほとんどが子供の頃から彼、ハリー・ハウゼンの影響を受けてきた。その存在なくしてスター・ウォーズは生まれなかった。と影響の大きさを語っている。黒沢に対しては影武者にて国際版の制作葬式という立場で黒沢を支援し、 1990年の第62回アカデミー賞受賞式では、スピルバーグと共に、黒沢にアカデミー名誉賞のオスカー像を贈った。黒沢の影響から、ルーカスの作品の随所には、日本文化の影響が現れている。神話にも、造形深く、特に大きな影響を受けたと公言しているのが、ジョーゼフ・キャンベルの、千の顔を持つ英雄、ザヒーロー・ウィズ。 A ーサウザンドフェイセスであり、彼の本に出会っていなければ私は未だにスター・ウォーズシリーズの脚本執筆に追われていただろうと1984年のインタビューで語っている。その他に、エドガー・ライス・バローズ、E.E. スミス、フランク・ハーバートなどの SF 作品、グリムドーは C.S. ルイス、J.R.R. トールキン、カルロス・カスタネダから影響を受けたという。スティーブン・スピルバーグとは、 映画界における昔からの戦友である。スピルバーグは未知との遭遇公開直後から同時期に公開されたスター・ウォーズの大ファンであった。インディ・ジョーンズシリーズを一緒に制作しているほか、スター・ウォーズエピソード3ではスピルバーグがアシスタントディレクターに就いた。ポーランドでシンドラーのリストを撮影していたスピルバーグに代わってジュラシック・パークの CG の仕上げや編集などの ポストプロダクションを統括したのも、ルーカスで、ET のハロウィーンのシーンで、ヨーダが登場。スター・ウォーズエピソード1では、エキストラとして、ET が登場し、未知との遭遇には R2D2 が登場していたりも、する。1981年に、全米監督協会、全米客本家組合、映画芸術科学アカデミーから脱退している。引き金となったのは、帝国の逆襲の完成後、 ジョージはオープニングクレジットの省略に関して各協会許可を取っていなかったこと自身の名前だけクレジットさせたことだがそれはルーカスフィルムリミテッドという社名であったから罰金を支払わされたことにある日本では1987年頃から1990年にかけてテレビで放映されたパナソニックから当時発売されていたパナカラー X や ハイファイマックロードなどの CM に登場していたことでも知られる。この時のつながりが東京ディズニーランド並びに東京ディズニーシー内のアトラクションスターツアーズやインディー・ジョーンズ・アドベンチャークリスタル・スカルの魔球などアトラクションスポンサーとしての結びつきにつながってもいる。長年補佐役を務めるリック・マッカラムはルーカスについて編集などフィルムを相手にするときは楽しが人間が 相手の場合はそれほどではないと人付き合いを苦手とする一面を語っていい。マシオカイワ惑、性格はかなりシャイ。演技指導はスタッフに耳打ちして役者に伝えさせている、とも言っているが、しっかりと自身の言葉で演技指導している。ルーカスの会社であるイルムに岡は勤めているが、その社則にはルーカス氏にサインを求めたら、首。 ルーカス氏と5秒以上目を合わせたら石になれなどの変な規則があるというが、前日のようにかなり誇張されている。スタッフ会議や演技指導の際には皆がルーカスに目を合わせている。ただし、キャリー・フィッシャーやユアン・マクレガーによると演技指導の際に具体的な説明があまりなかったといい、イメージははっきりしているがうまく説明できないとルーカス自身がマクレガーに話していたという。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。